テステス777のとテシャンヤホボノです。ということでですね、本日は池袋に来ております。あんまりね、池袋はショッピングしに来たりとかしないんですけども、今日は久しぶりに池袋で、池袋といえばやっぱアニメイトだったりとか、ブラ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 とかブラ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 がありますよね。ということで、そんな池袋で1万円使い切るまで帰れませんをしたいと思います。夜ご飯も1万円に含まれたりとか含まれなかったりとかもするかもしれません。もうささか私はロフトで買ってます。それでは行ってきます。池袋の東京からお届けしました。ということで、池袋1万円使い切るまで帰りません。まずはサンシャインシティからスタートします。はい、ディズニーストアもう全然はい、チョコがいっぱい売ってました、はい、その後にサンリオ、あのね、ディズニーの隣がね、サンリオだったのね、びっくりする。で、こので僕はシナモン、ウサギじゃないもん、男の子の子供だもん。はい、どんぐり教室もありました。はい、で、その後なんかいろいろね、こういうガーリーなお洋服のお店、うん、あと、ポケモンがあったのそう、レインボー池田さんにあった。そうで、あと、一番最初のこのロフトね、ここで私、購入しました。すごいでかいの買いました。で、その後ね、推し活フェアみたいになってて、確かに池袋推し活多いなと思った。アニメートとかあるしさ、うんうんうん、はい、で、これ見て、ガンギマリの絵の、はい、ここにですね、アニメートとか東宝がある方に行きます。行きます。東横界隈してきます。あー、東横だ。はい、ということで、私お目当てのアニメートに来ました。アニメートだとですね、新しくなってめちゃくちゃ広くなってた。そして、ハイキュー5ジョルでさ、これ私さ、あんまさアニメさ見ないからさ、いつも連れてこられる時に階段すごいな、みんな登ってるって思ったんですよ。そしたら見て、改造してね、横にエスカレーターができてたんだけど、でも1個しか上がれないの、ね、悲しい。はい、こちらが彫刻ですオープニング撮影した東宝です。はい、降りてきます。うん、そこでテクドク撮ったので、ね、ぜひ炎って調べてくださいで、プラザにも行きました。で、キディランド、キディランドでね、たくさん買っちゃった。で、ほのちゃんがここでおまんじゅうパン、チュ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 。さあ、撮れるかな、撮れるかな。はい、撫でただけ、めっちゃ撫でただけ。そして、ポケモンラララ言えるかな、ヒカキン、はじめしゃちょ、フィッシャー。違う、違う、私ポケモンマジでわかんないんですよ。私もわかんない。可愛いなとは思うんだけど、わかんないからごめん。で、隣にね、見てクレヨンしんちゃんのショップがあって、うん、ちょっとクレヨンしんちゃんの方がわかるんで面白かったです ね。はい、いっぱいしんちゃんがいましたと。あ、ほうちゃん、ほうちゃん、のっちゃん、のっちゃんえ、何やってんの、改造されちゃって。あ、しこれロボ父ちゃん泣いちゃった。あーらら、私の大好きなシルバニアファミリー、シルバニア欲しかったんだけどね、ちょっとやめました、うん、で、こちらガチャガチャもやりました。池袋ガチャガチャいっぱいあるんですよ、うん、で、このオドタクシーの田中が欲しかったんですけど、果たして出たのでしょうか。最後の購入品紹介で紹介します。はい、こちらほのぼのの両替もしちゃって、で、何やるのかな、はい、ほのぼのちゃん、あ、ほのぼのちゃん、こちら猿の惑星、はい、パパがやりたいっていう、はい、パパがやりたいって言ってやりました。はい、で、その後アルタに行きました。私御用たちのピアス、はい、買いました。で、その後ガチャガチャのデパートってとこに行きました。すんごい広いよね、ここね。うん、でも私一回も回さなかった、ここで。でもなんかいろいろ見てて、なんか小物がいっぱい売ってたんですよ。それこそなんかたまごっち売ってたりとかしてた。はい、で、こちらおパンチね。どれ、グズンが欲しなかったの。私パンツが欲しかったな、これ。パンツが欲しい。グズンはお家にあった。 あったね。今横にあるね。で、はい、マイクラね。うん、はい、エンダーマンが欲しいかな。あ、エンダーマンが出たね。うん、これ私たちが回ってるから捨てるとね、ほんと豚が欲しかったんだよね。そうだよ。で、はい、夜ご飯食べに来ました。夜ご飯だいたいここじゃない。だいたいここだよね。美味しいよね、ここ。うん、私はチャーハンをね、これから食べます。はい、私はこれ。はい、美味しそう。美味しかったってか、私が食べた。美味しかった。私も食べたね。うん、で、私はあのレタスがさ、うん、パリパリのチャーハン大好きで、はい、それを食べました。で、餃子も食べちゃって、この前私餃子作ったんだ。はい、ということでですね、今ご飯食べようと美味しかったんですけれども、全部計算してみたんですね、ご飯うちらが食べたやつもね。でも、あの240円余るんで帰れないんですということで、ちょっと帰りたいのでお土産買って帰ろうと思います。はい、ということで、ご飯食べてお腹いっぱいで、で、最後マイク食べてるマイク食べるやつの真似しないでください。最後ちょっと飲み物を購入しました。おー
ムネアツくんにやってます。美味しいですムネアツくん。はい、ということでお家に帰ってまいりました。はい、ちょっと口紅取れてるじゃん。はい、ということで早速紹介していきます。ロフトの袋に全部入ってるんですけど、はい、まずじゃあロフトから紹介していきます。私が一番最初にね買ったんだけれども、こちら、ペンを3本買いました。この2つのペンが欲しくて買いに行きました。 0.3 と 0.1 の油性の、油性なんだ。そう、こういう細いタイプのペン、コピックとかが売ってるところに売ってるやつ、なんていうのかわかんないけど、私もね中学の時それね1本配布されてね使った。あ、そうなんだ。で、なんか最近私美大生なんですけど絵が下手くそで、その絵の下手くそを生かして絵描こうと思って、なんかいろいろ絵描いたんですけど、友達にペン借りて描いたんですよ、うん、その時に借りたペンがこれじゃなかったんだけど、なんかこんなようになったから、これを描きたいなと思ってペンを購入しました。1枚目めっちゃ可愛い。こういう絵本当にありそう。これはももかちゃんとこの前ご飯食べた時のもともと写真があるの。あ、ステッカーで欲しい。可愛いでしょこういうの。どう、これをスキャンして、はい、パソコンの中入れてステッカーにしてごちょうだい。え、これも可愛くない？私1枚目が好き。え、これいい。これお気に入りにあるの。かわいい。で、あともう一つが私がめちゃめちゃ愛用してるこのユニのボールペンなんですけど、これめっちゃいいの。インクが結構ドボドボ出るタイプだから文字がねはっきり見えるんですよ。ボールペンの中で大優勝。あ、それマジ私も好き。そう、これを使ってます。で、こちら3点で363円、うん、ロフトではね。で、次、はい、また私なんですけど、いいですか、うん、ずっと欲しかったあれがキディランドに売ってました。私キディランドとトイザラスが大好き。赤ちゃんなのかな、口紅の色なくない？ボーボー舐めときな。こちら、でれーん、ピクミンのなんか可愛い小物です。これね高いの、1個1320円するんだけど、ずっとどこにも手に入らない状況だったんですけど、箱買いで買えるぐらい売ってたんですよ、うん、でオリマーちゃん大好きだから。私こいつが好き。ああ、こんな感じでラインナップ6つあるんですけど、戦うが好きだ。戦うが好き。私は引っこ抜かれるがいいかな。引っこ抜かれてあなただけについてゆく。全部いいね。もう運ぶとして叩かれる、叩かれる食べられる。ショート取りながら、はい、すいません、やらさせていただきます。今日はこれを開封していきます。ハサミ取って。ありがとう。開いた。金庫チームせます。はい。え、もう中入ってんじゃん。もう一回こっちでもやります。はい、なんだろう。あー、え、もうこれ組み立ってんの。え、ね、水辺で一休み好き。私欲しい。もう声がガガガ。あのね、めっちゃ喉やられて超喉痛いんですよね。で、水辺。あ、違う、なにこれ。あ、違う、青色だから組み立てるんだ自分で。え、これです。それめっちゃいい。こんな感じで中に入ってました。これを組み立てくんだよね。かわいい。見て、小物ピクミンがいっぱい入ってる。オリマーが良かったな。もっと買えば良かった。ピクミンあんまやったことないのバレるね、これね。パパがめっちゃハマってたよね。パパがめっちゃハマってた。待って、マジですごい。見て、全部ね、こう穴が開いてて、でこっちにも見える、ここほらよからぬところについてるみたいな感じだけど、こうやって固定できる。え、超かわいいじゃん。え、待って、マジでもう一個欲しい。これ池袋じゃなくて持ってるかな、新宿とかで売ってないかな。はい、中身完成しました。これをこの中に入れます。これ1200円、は1300円、は安い。わかった、任天堂ショップ行けば売ってるくない？さすがに。これね、下もこれで封するんですよ。はい、こんな感じで飾れます。かわいい、めっちゃいいじゃん。完成しました。かわいい。ちなみにですね、動画内で爪が透明だったんですけど、お家帰って色つきました。ここからパーツするんですけど、こんな感じです。ということで、これ合計2つで、さっきのねロフトと合わせて1683円です。ちょっと待って、口紅つけて。ではですね、次にガチャガチャをやりに行きました。池袋はですね、ガチャガチャのショップがいっぱいありまして、でかいところもあったりとか、あと他にも普通にいっぱいガチャガチャがあるところみたいなのがあったりとか、カルタの中とサンシャイン。うん、これじゃあ喉整えて。うん、
まずアルタの中でやったものを紹介します。私はこれね、他のところも回してたんだけど、まずはこちら、でね、オッドタクシー。ちょ、オッドタクシー大好きなんですけど、ほんと好き。ちょ、もう一回見ちゃおうかな。ちなみに今日サンシャイン行ったんですけど、なんと、はい、アパレル君に会いました。なんか下でポケモンのイベントみたいなのやってて、レインボー池田さん生で見て、本当に可愛かった可愛かったって言い方あれだけど、マジ可愛かったよね。パパも好きだったらしくって、私もなんかメイク動画めっちゃみんな好きで、喋り方とかも超盛りいいね。2回回ったんですけど、1回これ500円なの。高い、高っ。高いけど、高いけどね、まあ、それぐらい好きってことだよね。はい、全然好きです。1回見れたのがこれ。これはミキが声優やってるやつなんだけど、おお、双子のやつか。うん、ダイモンのミチコだろう。お兄ちゃんの方ですね。なんか悪い方です。私今ダイモンミチコって言ったのか。ミチコわかんない。え、はい。で、もう1回目回したんだけど、これね、以前にも私回してるんです。前で回したところはラスト2個だったのよ、うん、ラスト2回だったから2回回したので、今回のところは結構在庫あったのよね。本当は4回ぐらい回したかったんだけど、4回回したらいくらになると思いますか？2000円。そうなんです、2000円。ちょうど買えちゃうね。ふぐ買えちゃう、イングとかで。うん、2回目回してるって言ったのがちょっとでかすぎて、もうパーツがバラバラになってる。こちらホモサピエンスのイノシシの子ね。で、ホモサピエンスってお笑い芸人として出てるんですね。ただこの2人がコンプすると可愛く飾れるなみたいな。それで言うと、このダイモン兄弟も兄弟なんですけど、2人で飾ると可愛いなみたいな感じなんですけれども、すでにですね、見てください、うちにはこちらホモサピエンス2人がいらっしゃいます。そういうことでございます。ダブリ悲しいね。悲しすぎ。しかも私が出て欲しかったのはこの田中っていう人と矢野が欲しかったんです、うん、田中はオンリー一人で出てきていいのよ。これパートナーとか特にいないから。矢野と関口はちょっとコンビみたいな感じだから、メンディー、まあ、二人出てきて欲しかったけど、だからね、田中が欲しかったの。私パンピーさん大好きだから、矢野さんも好きなんだけど、マジショック二人います。ピアノの上に飾ります。多分どんどん増えていくよ。いいね。じゃあ次の提案紹介が楽しみだ。はい、これ1回500円で、まあ、とりあえず1000円回したじゃん。でその後になんかその近くにあっためっちゃ可愛いアニマルのガチャガチャを回しました。これも一番欲しくなかったやつが出てきちゃったんですけど出てきたら可愛かったんで許します。シルバニアみたいな素材のほっぺがプニってやってるクマです。のんちゃん、おちゃん、のえちゃん、おちゃん、これピアノの上に飾ります。ちなみにラインナップはこんな感じで、全部可愛いじゃん。そう、カワウソかウサギか猫が欲しかった。猫とハムスターだな。ほっぺがじゃなくて可愛いんで全然いいです。これは1回400円、ガチャガチャで私は1400円とかしました。おっとっとっと、はい。じゃあ続いて、はい、アルタ続きなんですけども、はい、あ、違うわ。ここでなんかパパがこれやりたいって言って、ああ猿の惑星回したんだ。そういや猿の惑星ってあまり懐かしくない。うちが小学生の時にさ、パパに連れられてうちも一緒に見たんだけどさ。え、マジそうだっけ、うん、なんかパパこういうの好きで。え、本当パパ好きだよね。2001年宇宙の旅的な感じなんじゃないかな。こちら口の動く猿。え、可愛くない？いいじゃん。なんかでも鍵につけてあげよう。ね、これいくらだったんだろうね。400円。怖い怖い怖い。はい、次。はい、じゃあ次、続いてはですね、アルタ続きなんですけども、はい、アルタでピアスを購入しました。ピアス、じゃあルピスっていうね、私がお世話になっているピアス屋さんなんですけども、私初めて買いました。私がいつもつけてるここの、このこれとこれは全部ルピスです。え、なんかさ、ここさ、もう一個開けたよね。やめて、もうこれ以上開けないね、おもちゃ。ちなみにショートを見ていただいた方は分かると思うんですけど、ここにね、一つ増えました。なんで今は1,2,3,4,5,6,7,8個ですね。偶数なんでもう一個開けたいなとか思ってなかったり。ピアスは動画の最後に交換してみようかなって感じ。はい、はい、じゃあ続いてガチャガチャを違う場所で回したので、そうなんです。だから下がキャップ、クソデカなガチャガチャのところがあって、デパートで、ガチャガチャのデパートみたいなところで回しました。まずはこちら、爪見せてる。おぱちゅうさき、爪見せてるよ。これね、ショートでも見てくれたら分かると思うんだけど、やってるのこれ。そう、もうやってるの、そのとこで。で、欲しいのは泣いてたやつだったから、泣いてるやつが欲しいなと思ってたんだけど、なんと悲しいことにラブーター。そんな感じ。かわいいじゃん。イエーイ。
かわいい。かわいい、爪もかわいい、テンション上がる。そしてですね、次にこちら、じゃーん、エンダーマン。え、かわいいじゃん。私エンダーマンが一番いいと思う。私豚が欲しかった。マインクラフト、あとまだ見てる。マインクラフト楽しいって見てるよ。ラインナップこんな感じです。やっぱ日常組が一番見るよね。やろうか、お姉ちゃんね。お姉ちゃんやってるからね、これね。使わないかもしれない。超いろんな YouTuber 見てた。かわいいじゃんこれ。もうなんか私の人生ほとんどマインクラフトで占めてるんだ。自分でもやってみようと思ってやってみたんだけど、結局やっぱ人がやってる方が見てておもろいなと思って。以上です。あ、どうぞ。はい、じゃあ最後にこのリップスで買ったものをつけたいと思います。私も初めて買ってみたんです。口ピン。それこれはイヤリングなんだけど、ピアスみたいにつけれるやつで。じゃあちょっと値段言ってていいですか？はい、めっちゃ安いの。普通ってこういうピアスって1個1000円以上は絶対するのね、うん、なんだけど、まずこれ399円、して新しく開けたところに玉入れようと思って138円。やばくない？これ普通にさ買ったら1000円とかするところもあるの。まあシーンとかだったら安いけど、シーン買えないよって人はマジでこれおすすめです。池袋の他にもね、原宿もアルタの中に入ってたと思う。あとこれ、なんかこれはパパがつけてみてほしいって言ったから買ってみました。328円。あとはこれ、なんかチャックみたいなやつ、これも327円です。ではつけていきたいと思います。じゃあ私もつけます。じゃあ私ちょっとつけてみます。ここをこういう風にするタイプのやつ、うん、それやりすぎるとピアス開けるちゃんと。マジやめて、怖い。お姉ちゃん怖い。え、くっついた。うん、かわいい。え、かわいい。片方だけでいいと思う。あのね、両耳のね、私の感想の場合はあるんだけど、じゃあこれ2個、こっちに2個だったら可愛い。で、これもうちょい下の方がいい、ちなみに。はい、どう？うん、うん、こっちみたいな。あ、いいと思う。いい。はい、つけてみました。でも、のんちゃんピアス似合わないね。頑張るから。似合わない。いただきました。え、軟骨やってみれば。それでやめて、ここら辺つけてみる。大丈夫。鼻とかどう？口ペタ。鼻とかやめて。え、それで口やったら可愛くない？確かに、これ口やったら可愛いわ。いって、仕事なるくらい。リップできるぐらいここ開かなくない？おかしい。鼻やってみて、そのまま。痛い痛い痛い。ちょっと待って、似合ってる。やばい。出荷してみよう。いくたねえねえ、それ僕ね。ちょっとね、みんなに見て。痛い痛い、これダメ、これダメ。ちょっと助けて、助けて、助けて。はい、ということで、じゃあお姉ちゃんつけたので私もつけていこうと思います。お願いします。まず一番上のところをこれに変えたい。え、ノールックでいけんの？すげえ。入った？うん、入ってる。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。やばい。こっちの顔やばいな。めっちゃ入ってんだもん。だっけ、ね、ここ痛い。ねえ、これさ、シャフトっていうの、長さ短くね。ああ。やってほしい。はい、ブスすだけだ。違う、これ。あ、ごめん。ごめんごめん。いや、全然出てるよ、後ろ。本当ってるか。うわ、後ろ痛む。寝るとき痛いやつだ。私寝るときこっち側だから痛くないよ。私しし、うわーすごーい。とか、私ここ脱毛してんだけどさ、綺麗。脱毛情報いらないんだけど。めっちゃ脱毛情報いらない。この辺はさ、綺麗になりましたよって言われて。本当と思ったの。見て、耳綺麗。可愛くね。こんな感じでついてます。すげえ。可愛くない？普通にこれついてる。可愛い。めっちゃ可愛い。日常生活としてどう？めっちゃ可愛い。ちなみにうちの学科でめっちゃそのピアス流行った。あ、本当。じゃあ3人いた。つけ直していこうと思います。何つけるの？ねえ、これ何なんだろう。丸カンなんだけどさ。うん、なんかハートがついてるやつね。変えようかなと。あ、そこ、あ、一番下がいいね。そうだね。下見チラチラどう？可愛い、これ。うん、可愛い。こういうこと。はい、可愛いよ。これがあるからさ、これは可愛いんだよね、今。これだけで。これは多分、後ろ的に私、こっちの耳は痛かったんだけど、うん、こっちの耳って、後ろがもうこうなってて、太いのいらないんだよね、多分。とりあえず、これを詰め替えていきます。え、ちょっとこれは鏡必要かも。え、私やろうか。どこ？一番下？真ん中。これ？あの、普通に後ろがさ、おかしいやつなんでしょ。あー、これか。うん、このピーって抜くタイプの。これ絶対痛いって。
いいよ。よく頑張った、入りました、注射みたい。こんな感じです、こんな感じでできてて、後ろはもうこんな感じですね。どうしよう、耳つけるかめっちゃ迷う。このハートのやつ可愛いんだけどさ、多分似合わないよね私に。なんかこれが可愛くて、本当にめっちゃ昔に買った、昔っていうかもう初期の方に買ったんだけど、これでいいかも。これにさ、これ使って軟骨やってみようかな。もし開けた時のっていうやつね。どう？いいんじゃない？可愛い。自分で撮るんかい。撮ってほしい。痛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 いやつ、開けるときよりも拡張するときよりも痛い。はい、ってことで終了。終了。どうでしたか私のピアス。なんかね、最近何個開いてますかっていうふうに聞かれることが多くなったので、この動画でお伝えしました。左に3個、右に5個ついてます。リップスでは1630円分買ってます。そしてですね、ご飯屋さんで出すし、たくさんご飯食べたんですけれども、卵チャーハン968円私です。はい、じゃあほのちゃんがビンビンビンみたいな蒸し鶏ごまだれ770円で、やみつき餃子2人で食べて429円ってことで、合計していきます。あとこれ150円、ほのちゃんも持ってきます。じゃあ私のはこれカンカンなんだけど、僕の紅茶のキャラメル、いくらそれ160円。あ、じゃあ160円だけど140円だわ、ごめんなさい。めっちゃ足りてないんだけど。なんで7000円になったの？帰ってきてダメなんじゃない、うちら。取れないんだけど。これもう謝罪動画撮った方がいいかもしれない。7850円なんだけど。やばいやん、これ池袋行った方がいいの、これ。帰ってきちゃダメだよ。帰っちゃいけない。何やってんの？あれ？帰ってきちゃダメだね。これは帰ってきちゃダメですね、うん、ということでですね、本日はですね、大変に申し訳ございませんでした。大変にやばい。池袋1万円チャレンジのところ、中の計算ミスで、うん、なんでだろうね、うん、1万円使ってないのに買ってきちゃいました。もしね、ここが池袋の可能性もありますということで、また今度池袋1万円チャレンジちゃんとやってほしいと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。私もピクミンのこれ探してたってヒート、もうグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のドラマ組でお会いしましょう。キャーバイ。バイちゃん。Love you from the first time you call me late. Loved you from your whips and your weekend games.Always on my mind, always in my brain, yeah. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.